とバルセロナのあの選手ロシアから解き放たれてサウジで大暴れ。サウジアラビア1部リーグ開幕戦、アブハクラブ1サンアルヒラル。ヒラルはゼニトから新加入のブラジル代表 FW マウコム26のハットトリックで勝利した模様。マウコムもハットトリックかい。マウコムここにいたんだ。気づいたらサウジいてくさ。ローマに来なかったマウコムもいつの間にかサウジなんやな。ロシアからサウジ行きか。ロシアプレミア勢としてはネイマールよりマウコム強奪してるあたりで、アルヒラルがもはやアジアで測れるチームじゃなくなっちゃったな、という感じ。でもでも誰かがサウジは厳しいって言ってたピエロピエロ。ロナウドファンが競争力があると呼ぶリーグで、バルセロナの失敗選手がデビュー戦でハットトリックを達成して笑える。ロナウドはこのリーグを有意義にした。2年前誰がマルコムのことなど気にしていたか。バルコメウが台無しにしたもう一人の選手。アルヒラルのアタッカーミトロビッチ、ネイマール、マウコン、ミチェル、ムサマレガンでこれに中盤にネベス、ミリンゴビッチ、サビッチ、ホンで後ろにクリバリがおるんやろ。とんでもねえ。まだ26なんやな。